ツイッターの通知を見てローザのナーフ来たと思った皆さんこんにちは、アッパーです。スーロンがレジェンドカードになって帰ってきました。今までは使わざるを得なりだったこのカード、サンコスに変更されて波頭の暴圧が未確定でも手に入るようになりました。こういうのでいいんだよ。心のおじさんもそう言ってる。でもさあ、何かもう一枚くらいコストを1下げた方がいいカードあるよね。進化ターンにそれしかできないカードのアッパーってことはさ、そういうカードはアッパーすべきだって結論を出したってことだよね。なんかおかしいなぁ。なんなら2コス下げてやっとレジェンドみたいなカードがもう1枚あると思うんだよなぁ。わかんないね。でもアッパー後にドラゴンが増えるのはわかります。今でもランプドラは十分に勝てるポテンシャルがあるんだけど、スーロンが円楽サーチできる上に、温泉とセットで引いてくるムーブも視野に入ってくる。実質温泉のアッパーでもあるんだよね。偶然温泉デッキはまだ作ってなかったからありがたいよ。そして度重なる能力調整で私のスケジュールはボロボロです。何かしら能力変更は来ると思ってたからストックは1個だけど、今度は能力変更までに日があるんだわ。何かしら考えておかないとだね。考えつかなかったら1日くらい休みます。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。